しまやん愛の貧乏大脱出大作戦開始します。いや内容としましては、ほんまに困ってるオーナーさん募集しております。今回の企画はですね、なんとしまやんのプロデュース料が無料でございます。本来400万500万かかるものは無料でやらせてもらいたいなと思っております。それどういう企画なんですか？ほんまに困ってる飲食店オーナーさんのお店を僕が V 字回復させるっていう YouTube 動画を撮りたいなと思ってます。確かに日頃から島根さんよく言ってますもんね、うん、困ってるラーメン屋さんの力になりたいみたいな。そう、でも最近ねサロンメンバーの方も宣伝目的で僕の YouTube に出たいっていう人もいるので、まあそれはそれでもいいんですけど、それよりもほんまにオンラインサロンに入りたいけどオンラインサロンに払う金もない、島根に会いたい、そういった人を助けたいなと思っております。じゃあ本当に赤字で月末の支払いがやばいみたいな、そういう感じですか？そう、エアコンが潰れたら店潰れるみたいなね、修理代も払えないっていうぐらいヤバい人を今回募集したいなと思います。このチャンスをつかむのはあなた次第です。お申し込みは概要欄の公式 LINE から。月の売り上げが600万くらい、はい、ありますが、そうですね、これも全部です。はい、これです。めっちゃかっこいいやん、こんなんもん。そんな厚こぎの乗せすぎや。そんな厚こぎの乗せすぎや。2本目の YouTube 撮影。すごいな。今何入れたやん。スタッフの子も素晴らしいけど、仕組みを作ったガッチャも素晴らしい。ありがとうございます。はい、ということで、青森行きました。青森に来て、今日はオンラインサロンメンバーであるたっちゃん。はい。たっちゃんのお店を取材したいと思います。よし。早く入りました。ちょっと ここでいろいろ聞いていきたいです。やめてやめて。前回出たのが青森のね、万竜さんの動画でたっちゃんもね、はい、出ていただいて一緒にねシチュー弁餃子を食べてね、はい、言い当てるっていうね、たっちゃんすごいあの味覚ちゃんとしてたよ、ね、はいはい、で今回はたっちゃんの店にね来させてもらいました。なぜ来たかっていう話は今から10分ぐらいしないと。で、たっちゃんのお店がね、弘前のどこ、ここはど真ん中です、本庁の。ど真ん中、はい、飲み屋街。そうですね、このすぐこう坂下ったところが飲み屋街になってます。ここも飲み屋ばっかなんですけど。で、こういうビルの中に入ってるということで、で、もともとは違う場所でやっててね。もともとそうです、曲がりで2ヶ月だけ他のお店で借りてやってたんですけど、うん、やって、ほんでここが空いたからこっちに移転してきて、で今でどれぐらいの10月で1年半だったんで、今1年8ヶ月くらいです。で、今の平均の売り上げが平均の売り上げ、今月が今220%、あ、配数じゃないわ、配数じゃない、月の売り上げが600万くらい、すごい、はい、出てます今23歳で。じゃあ、中行きます。いや、もうちょっと、行きましょう。はい、行きましょう。すごい場所やね。そうっすね。もともとが居酒屋さん。もともと居酒屋です。この隣のわらじ屋っていうお店があって、コロナで一回撤退してる間に僕が入って、で戻ってきて、はい、戻ってきて、わらじ屋さんがもともとここの場所でやってる。そうですね、ここでやってました。完全居抜きで。そうですね、完全居抜きで。こんなも自分で。これは、はい、僕が手書きで作りました。中も見えない。普通やったら入りにくいけどね。はい、じゃあ行きましょう。今ね、スタッフの子らが美味しそうにまかないを食べてますけど。あ、そうでした。はい、ということでたっちゃんのお店入ったんですけど、めっちゃいい店やん。はい、もともとの居抜き、これもそのまま。そうですね、これも全部そのまま。はい、これもそのまま。めっちゃかっこいいやん、こんなんも。昔っぽいのね、なかなかこういうのって今の職人さんやりたがれへんから。そうっすね。あ、そうなんですか。なあ、ゆうさん、こういうのやりたがれへんの。やりたがれへん、うん、デザイナーのゆうさん、もう雲って見えへん。めっちゃかっこいいね。柱とかめっちゃかっこいいよ。そう、味わい。てか、ここほんまめちゃめちゃいい。うん、作れへんからね。なんか前写真でもらった時は、はい、もっと安っぽい店なんかなと思ったけど、来たらいい店やなと思って。ここかなり安くで、まあまあ今初期費用何倍やった。物件取得、物件取得が60万。それは保証金とか。あ、保証金で60万で、まあ、あと賃料なんで、まあ、80万くらいか。だけだけっす。設備譲渡はなし。この設備使っていいからなんぼかちょうだいねっていうのは。あ、もうないっすね。むしろなんかもう、その20年くらいその前のお店がやったんで、うん、なんかもう一回厨房の床とかも壁とかも全部張り替えてもらって、うん、張り替えて、はい、それはあっちの大家さんの方がやってくれたんで。え、
めっちゃいい。このフードと厨房機器くらいですね、僕が揃えたの。なんでエアコンもついたまま。エアコンもつけて。めっちゃいいよ、はい。ちなみにグリストは？グリストは買いました。ちっちゃいボックスがその下にあるんですけど。なるほどね。めちゃくちゃいい。ほんなら初期費用、製麺機抜いたら500くらいですね、はい。で、製麺機も買って。製麺機買いました。で、いい店やと思うんですけど、まあとりあえず僕が驚いたのがこちらの、もう1000円超えてるんですよ、青森で。1000円で、はい、すごいね。で、25歳以下が900円で、はい、900円で。普通その夢を語りグループで言うと、はい、大体平均なもの。てかもう自由な、ま、そうですね、価格設定はもう自由にやらせていただいて。すごいね、はい。だから大体平均したらみんな何もの、まあ、でも大体1000円くらい今言ってるですね、はい。じゃあとりあえずミニ、ミニ飲みちゃう。ミニ、あ、ミニで。でも150あんのやろ、ミニで。150ある。茹で前で150です。野菜食べたいんで、うん、喜んで。あと何人か食べるの。味噌ラーメン美味しそう。味噌どこにあるの。あ、味噌は100円券を追加で買ってもらう、ね、はい。あらっ、オッケー、じゃあこれでいきましょう。はい、ということで買わせていただいたんで、みんなで食べたいと思います。作ってる間にいろいろ聞いていきたいなと思います。はい。厨房入らせていただいてるんですけど、結構乳化してるね。まずこっち豚骨だけ炊きっぱっていうか、こっちをベースのスープにして、うん、こっちにこれを移し、営業用のスープ、ね、そうです、営業用のスープ、うん、これに営業中は腕肉大体20キロくらいをこの中に入れて、生の状態で。そうです、生入れて、うん、入れ、営業中に入れるの。営業中っていうか、まあ、営業中ずっと炊いてます。煮豚なんで、営業中に豚をずっと炊いて、大体2時間半くらい煮込んだのを今こっちに入ってるんですけど、のお醤油に、ね、はい、つけて、これからこの後出しますけどって感じです。あとはまあ背脂、今溶けきってるんで入ってないですけど、背脂はね、溶けきってるけど、はい、もう今日は今昼営業終わりで、昼営業終わりなんで、はい、させてもらってるんで。なるほど。ちなみにこっちは豚骨っていうのは骨だけっす。何の骨入れる。原骨。みんな原骨使うね。原骨しか使わないですね。あ、そうなんや。背柄使ってるところもありますけど、うちは原骨だけですね。基本的になんかその肉の出汁を最後乗せるときに、うん、背骨に関してはその背骨についてる肉味あるじゃないですか。 あの肉味で肉の旨味を出したいから、うちおかげさまであの肉大量に突っ込めてるんで、あのお客さん来ていただいて豚がいっぱい出る分、はいはいはい、大量に仕込むんで背骨とかの肉味は入れてない。入れなくても十分肉感が出る。肉感が出るって感じ。なるほどね、はい。でも原骨ってさ、ここまで出るのめっちゃ時間かかるよ。そうですね、大体カットされたやつが取る。いや、こっちで割ってます。あ、自分らで。自分らで割って、生の状態から割って入れて、はい、入れてます。へー。これで、ほんならずっと炊きっぱなし。基本炊きっぱなしですね。で、これうち豚がホロホロなんで、温めて切っちゃうと崩れるんですよ。あ、なるほど、ホロホロすぎるから。そうです。なんでこの冷えた状態で切って、はんはんはん、カットしてね。はい。こんな扱うの。2024年タイ、マレーシア、フィリピン、上海出店決定にあたり、海外の人材を大募集しています。タイは今年2月にオープンして、そこからフランチャイズ展開、9月にはシンガポールで開催される F1 にも出店、海外向けにカップ麺の販売も決定。海外出店は未知なことも多く、ワクワク楽しいことがいっぱいです。海外人材に関してはワンチャンストックオプションもありえます。国内で独立支援希望の方も大募集。芝屋のところで1年働けば人生大逆転の可能性大。応募したいけどお金もない、コネもない、人脈もない、経験もない、しかもタトゥーも入っている、それでも OK。 覚悟さえあれば芝屋が再生させ必ず向上させます。海外志望者も独立希望者もお問い合わせは概要欄から。なんでこの冷えた状態で、で、はい。こんな厚く切るの。あ、もちろんもちろん。だいたい 80g くらい。乗せすぎや。それが16件もね。そうですね。お腹いっぱい食べてもらいたい。すごいな。今4杯なんで。これ、まあ、腕肉。これ腕肉です。これをこう。はあ。乗っけて、でここで温めとくんですよ。営業中お客さんずっと入ってくれるんで、こう炊いとく。あ、蓋もすんの。蓋して、はい。でこう蒸す。蒸し焼きにするって感じです。はい。なんでこっちはずっとだいたい営業中、昼だと朝から炊いてるんでだいたい6時間くらい炊けるのかな。で、夜も夜でオープン前1時間前から10時まで営業なんで、10時の営業終わりの11時まで炊いてるんで、基本このスープも
これ全部使うわけじゃなくて、うん、この多分半分くらいをこっちに移すだけなんで、うん、呼び戻しじゃないですけど、はいはい、皿から炊いたら時間かかるんですけど、まあ、大体6時間くらいで完成するような運びでこうで普通にこっちに水足してまた骨足してそうですずっとここはほんなら抜くことはない基本的にそうですね、まあ、毎朝営業前に1回全部さらって使える骨使えない骨分けて全く空になることはないです基本的にうーん僕がここに来て一番驚いたこと言っていいはい使えるかな店が綺麗めっちゃ綺麗二郎でこんな綺麗な店あるって言ったら怒られるかもぐらいマジで綺麗でさっきもこの撮影の準備してる間ねスタッフの子らが拭いてんのよポップとかちゃんとだからそれを意識付けちゃんとできてんなと思ってありがとうスタッフの子も素晴らしいけどその仕組みを作ったタッチャーも素晴らしいありがとうございますでさっきカメラ回ってない時に求人も困ってないっつってなんでの今めちゃくちゃ困ってるいろんなラーメン屋さんうちは本当に募集かけてなくて紹介で働きたいですって言ってくれてる子たちが紹介ないとこからも急にバイトしたいんですけどってこう SNS で連絡来てなるほどねほんなら今いる子らもみんなそうなんやそうですねあちょっと面白いキャラな僕が立ってない時に普段ラーメン作ってもらってる、うん、はい翔野くんです翔野くんなみんなから何て呼ばれてるの翔野くんですかねまめやねんか翔野くんはもともと何やってたんですか、はいじゃあ、もともと普通に仕事してたんですけど、あんまりうまくいかなくて。え、今いくつ？今25になりました。25で普通の仕事してたけど、はい、うまくいかず。はい、そうですね、うん。お客さんやったってこと？そうですね。もともと常連で、めちゃめちゃ通わせてもらってたんですけど。うん、で、まかない食べ放題に釣られて。おい、釣られんなよ、そんなの。働かしてもらってたら。釣られんなよ。ここなっちゃった。もともとこうなったのは違う、もともとそうもともとやねんもともとやねんどうですか働いてすげー楽しいです、はい、ラーメン屋ここで働いてよかったはい、だこういう子が多いんやろねそうですね、まあ、それがだから二郎系の強みかなと思いますねたっちゃんはどうやったの逆になんで夢を語れをやろうと思った僕もともとその夢を語るのコンセプトが好きでその夢を語るっていう、うん、お客さんやったのいや全然違いますその夢を語れるラーメン屋があるっていうのを知って、うん、こんな面白いコンセプトのラーメン屋があるのかって言って一、うん、回も食べたことなかったですけどえ創業者の方に連絡して働きたいですって言って、飛び込みに入ったって感じです、そうなんやでも根強いファンがすごいいるなっていうイメージなんで、そうですね、ありがたいことにありがとうございますええ顔してんないいねじゃあ早速食べたいと思いますのではい、いただいていいでしょうか喜んで、はい、700お願いします。丼は温めて。そうですね。これが返し。これ返しです。言うたらチャーシュー炊いたタレよね。そうですね。はい。だけ。だけです。すごいね。マジで。ちなみに言える範囲でいいねんけど。はい。チャーダレはみりんとか入ってる。醤油だけなの。醤油とみりん入ってます。もう合わさったのが届くんで。あ、そうね。そうです。それが買うんや。そうです。あ、そうなんや。で、今限定の味噌。味噌です。これ。はい。これはもう自分らで味噌の勉強してとか、まあ、YouTube とかで見て、うん、レシピを作って。でまあ、自家製の味噌です。3つくらい味噌配合してて、それは限定とかも夢を語れでは大丈夫ね。大丈夫です。何やっても問題ないです。すごいね、その創業の方の心の広さというか、麺も基本的には夢を語れからレシピがもらえる。そうですね。まあその修行先で、まあ、もう製麺するんで、その製麺のやり方を勉強して、夢を語れは絶対製麺機がないといけないもんね。いやそんなことはないですけど、そうな基本的にみんな自家製麺ですね。でもそんな業者から買ったら鬼高いんちゃう？そうですね、まあ、あと作ってくれるところがなかなかない、うん、逆切りやから、はい、製麺切り場に負荷どうしてもかかっちゃうんで、ね、壊れるリスクの方があるんで、うん、なかなかどれぐらいで壊れるのちなみにうちはまだ壊したことないんですけどうちの製麺機はでもまあ結構半年に1回くらい切り場詰まったりとかはあるんで
だ切り花は予備持ってる。予備持ってます、はい、うん、ありがとうございます。切り花も1回壊しちゃうと10万とか修理代でかかるんで、もう実はこれ今日2本目の YouTube 撮影。すごいな。今何入れたや。おい、魔法の粉です。おいしくなる魔法の粉。やっぱりな、結構入れるね、味噌も。そうですね、80cc のディッシュやつ。うわ、いくね。何それ、ピーナッツバター。ピーナッツバターです。味噌は麺の量何でいきます？ミニ。あ、ミニで。はい。お待たせします。ニンニク入れますか？入れない。入れない、はい。入れない。入れないんだ。なんで入れないんだ？抜き。野菜増しで。野菜増しで、はい。それが増し。はい、野菜増し。もう一増しで。もう一増しで、はい。喜んで。できるんすか？あ、いけます、いけます。無料で。喜んで、はい。うわぁ。大丈夫やろ。ニンニク入れないんだった。ニンニク入れない、はい。お待たせします。楽しんでいってらっしゃい。はい、どうぞ。いってらっしゃい。いや、はい、ニンニク入れますか？なしで、はい。うわ、重たっ。重たっ。まずお肉を、天変地返しやった。天地返し、天地返し。天変地は、あの、地震起きてる。そうです、生卵です。おし、天地返しをする前の濃度。ちょっと、うちの濃度とか。お、すごいね。スープ濃度 12.5、塩分 2.18。 おう、スープ濃度高いよ、やっぱ。この前、家系のお店とコラボした時に寸胴の中ずっと眺めてて、そう、骨の炊き方を勉強させてもらって。じゃあ、いただきます。これ 80g って言うたやん。 100g ぐらいある。あ、ありますね。大丈夫か、こんな気でした。これはファンできるわ。あのっす、食べてて楽しいね。今回、FC に加盟させていただきます。ありがとうございます。そう、路面から見えるアルディーゴ。めっちゃ流行ってる店が移転して味をしたって言われるのってめっちゃよくある話だと思うんですよ。次もちょっとラーメン食べに行きます。3杯目っすね。塩味もしっかり効いてて麺が美味しい。23歳で月収150万ってこと。まあまあまあ、すごいな。なんでそんな今うまくいってる。夢を語れのコンセプトに感動したんですよ。返事はいつでも、はい、喜んで。あすごいよ、すぐいつもやりますみたいな。とりあえず、はい、やります。面白いなって思ったりとか、自分がやりたいと思ったことをすぐやるみたいな。だから大学やめようって、まあ、失敗失敗失敗の先に成功があると思ってるんで。しまやんオンラインサロンメンバーまだまだ募集中です。YouTube ではアップできない約50本の動画が見放題。そして楽しいオフ会。サロンメンバーはラーメン屋さん以外の方も多いです。例えば IT 事業の方だったり、不動産の方、海外でお店をやられている方や、超有名なラーメン店主の方もサロンメンバーになってくれています。そしてオフ会に参加するとたくさんの仲間ができます。オフ会で仲良くなって、そのまま後日ね、一緒に飲みに行ったり、そこでお肉屋さんの紹介をし合って、お肉の仕入れが安くなった方もいらっしゃいます。あとサロンメンバーになると、島園の YouTube 撮影に同行することもできます。島園に直接質問し放題。島園特別価格での仕入れが可能になったり、島園の会社で使っている業者さんも使える可能性があります。そんなめちゃくちゃ楽しい島園オンラインサロンの入会は概要欄からよろしくお願いします。